方を聞かせてください。え、そうですね、はい、服は2種類着てて、はあ、2種類着てて、ですぐそこ入ったところのアイス屋さん、はい、そう、アイス屋さんとか、あとはお洋服を見たりとか、はい、そうそう、あとフードコートの手前で黄昏てたりとか黄昏てるのね、そう、黄昏てたりとかね、あとはあの受付のお姉さんにちょっとこのカンメを聞く様子だったりとかあるんですけど、はい、多分アイスが結構みんなに評判が良いみたいで、アイスを食べてるし、裏話だと本当はそこトンカツを食べてる私だったんですよ。あ、そう、だからトンカツアーちゃんかアイスアーちゃんどっちになるかみたいな、採用されて、やっぱアイス好きだもんね。そうですね、顔にね、やっぱりでもとんかつもね、ちょっといい表情だって言われてたんで、あ、そうなんだ、見たい、え、それは見れないの、ね、そうなんですよ、島木さんにね、なんか前のオフショットみたいなね、確かに、ね、本当にいろんなシーンでスマークで楽しさを伝えたかったので、よかったら皆さん中にたくさん飾られてるので、うん、ぜひあっちゃんを探してください、よろしくお願いします。他にもなんかインスタグラムでもね、そう、はい、インスタグラムでも一先で活躍している人みたいなインタビューも受けさせていただきまして、うん、スマークさんのインスタグラムにもインタビュー記事が載ってますので、はい、まあ、よかったらチェックしてください。皆さんにね、いい報告ができて私も嬉しいなと思います、うん、これからも赤木大地の頑張るので応